アレクサンドリーネ・フォン・プロイセンは、プロイセン王国の王族。全名は、フリーデリケ・ビルヘルミーネ・アレクサンドリーネ・マリー・ヘレーネ。プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム三世の次女で、メクレンブルク・シュベリーン大公・パウル・フリードリヒの日となった。1803年2月23日、フリードリヒ・ビルヘルム三世とその記載であった、メクレンブルク・シュトレーリッツ大公カール二世の次女。 ルイーゼの間に第六子としてベルリンで誕生した。先例名のアレクサンドリーネは第七のロシア皇帝アレクサンドル一世による。1892年4月21日にアレクサンドリーネはシュベリン宮殿で死去し、シュベリン大聖堂に葬られた。1822年5月22日にベルリンでメクレンブルクシュベリン大公生死、 パウル・フリードリヒと結婚した。夫との間には以下の次男かずめを設けた。ありがとうございます。